今日はちょっと不思議な現象をお見せしましょう。スプーン、フォーク、そしてマッチ棒があります。これを組み合わせてコップに乗せます。こんな風に、ヤジロベーだ。マッチ棒が乗っているコップの縁の部分が支点となってバランスをとっているわけです。これだけでもちょっと不思議な感じがしますが、ここからが実験です。このマッチ棒に火をつけるとどうなると思いますか？マッチ棒が燃えてヤジロベエが落ちちゃうでしょ？そんな感じがしますよね。ではやってみましょう。あれ？落ちない。不思議なことに途中で火が消えてヤジロベエは落ちませんでした。マッチをよく見てみるとコップの縁で火が消えたのがわかりますね。この燃えたところがなくなってもコップの縁の部分が支点となってヤジロベエはコップから落ちないんです。ではなぜマッチの火は縁の部分で消えたのでしょうか。物が燃えるには3つの要素が必要です。燃えるもの、酸素、そして熱です。この場合コップのガラスにマッチの熱が奪われたので火が消えてしまったのです。試験管から出ている可燃性のガスが今燃えています。この炎に金網をかぶせます。炎が切れている。まるで火を切ったように見えますね。燃焼に必要な熱が金網に奪われ、金網の上まで熱が届かないのでこのような現象が起こるんです。では一度炎を消して金網をかぶせた状態で火を近づけます。すると網の上だけ燃えている。可燃性のガスは金網を通り抜けて出ていきます。金網の上の部分に火を近づけるとガスに引火しますが、今度は網によって下の部分まで熱が届かないため網の下のガスは燃焼しないんです。明日のあなたがエネルギーで幸せになりますように。合言葉はハッピーエネ。